ちゃんとメンバーがラストに持ってってくれましたよ。はい、えー、これ本当にもう絶対噛めないね。極大決めとこが。気にった。面白いあれだ、マイルストーンかな。はい、ま、次マイルストーンでいいですかね。あ、ね、じゃあもう曲だけやった。これだけた後。じゃあもうバックショの中で笑いがあって、フェードアウトでこの曲になる。はい、面白い。はい。ほー。面白い話。ちょっと待って、メンバーは首かしげてますけど、本当に大マイルストーンでいいんだね、これね。マイルストーンでいいですよ。ガンって言ってガンって言ってマイルストーンでいうからね。 さっきよくつるんでるものとか行って、そこの生活にこう、怪我でもして動けなくなった瞬間も命すら危ないと。その人はね。そう。2ヶ月に一遍、あのー、警察が見回りに来て、いいで、生きてるかどうかを確認するぐらい、もともとアメリカ人なんだけど、はい。で、そういった文明の世界嫌になってそう。っていう人の暮らしを取ったりとか、で、そのまま、ほんと北上して、北極行って、はい、北極に住む動物たち。で、そこには北極グマもいて、はい、北極グマの、 あの、生、生態もほんと、北極熊って言っても、本当に、どうもだから。そうだね。岸辺で遊んでいる北極熊を、こう、ボートで近づいて、うわ怖いで、もう、ギリギリなんだけど、やっぱり望遠とか、そういったレンズ通すと恐怖心って薄れるし。ああ、まあ、そうか。撮ってるもんだから撮ってるもんだもん意識的に。どん,どんどんどん離れて、もう近づいていっちゃって、あの、ガイドさんに近づきすけたっていう。 そういった中で、はい、あの、その北極馬の写真見せてもらったの。うん、そしたら、なんと、頭も白いのね。うん、で、肩も白くて、手も白かった、はい、背中の毛も白くて、はい、面白かった